続いては還暦記者どこへ、来年還暦の松尾記者です。こんばんは。長崎市のこんぴら山に登りました。山頂からは連なる山々や市街地が見渡せ、地上とは別世界です。美味しいちゃんぽんもいただきました。この時期はこういうほら新緑で、これもみじじゃないかな、ですね、ね、もみじでしょ。これでまた秋に来ると、秋は秋ですごく綺麗ですよ。ここ琴平神社でもみじと常夜灯をあしらったスタンプを手に入れた松尾記者、ある考えが。ここをせっかく来たんで、やっぱ頂上に行ってみたいなと。どうですか？行きたいですね。行きたい。行けます？全部僕行くとこは初めてな場所なんで。目指すのはこんぴら山の山頂、はい、松尾記者は同期の中島カメラマンと歩き始めました。神社からすぐの広場から見えるドンク岩が目印です。ドンクは長崎弁でカエルです。鹿児島弁はドンコビって。あ、ドンコビってドンコビってあ、ドンコビ。でもということはなんか似てる、ねね、似てるからなんかつながりはね、あるでしょうね。はあ、景色がいいから。神社から歩き始めておよそ30分。もうすぐそこだから。どうだった？あの公園からの遠いですね。メガネがもう曇る。では周りを見回してください。すごいね。標高366メートル、こんぴら山の山頂、稲佐山より少し高いところです。港の風景や連なる山々、市街地も一望できます。ね、これすごいでしょ。ね、ね、これ向こう山々がこっち側ずっと見えて、彦山にこれが宝華山、それで三ツ山で三つポンポンポンってなってる三ツ山で、もう綺麗にも見えます。でも自分はやっぱこういうほら山とかを見ると、いや今度あそこ行ってみようかなとかね、向こうからの風景はどんな感じなのかな、でそういう楽しみありますよね。行きます？またその時は。まあ、撮影で来るとかどうかな。あの若いカメラマンです。登り口から一緒に登ってきた長与から来た山ガールの皆さんも絶景を楽しんだようです。あれ宝華山ね。宝華山と八郎岳、あ、彦さん、はい、八郎岳がちょっと八郎岳はちょっと薄らね、今日はちょっと見えにくい、ね、近くでね、こんなして簡単に登れて、ね、眺められて、ね、いいですね。やっぱ頑張ってきました。頑張ってきましたね。今日はなんか会えてよかったですね。よかったです。楽しかった。こっちも山での出会いも楽しみの一つ。同じ景色を共に楽しんで皆さんと別れました。さよなら。松尾記者も祠でお参りをして頂上を後にしました。金星観測碑見に行きたいなと思います。神社まで戻るとちょっと寄り道、碑があるのは歩いてすぐです。金星観測碑は明治7年、フランスの観測隊がここから太陽面を通過する金星の観測に成功したことを記念するものです。
近くでは観測台も見つかっています。ここにビーナスって書いてありますね。歩き始めてからおよそ4時間、もうめちゃめちゃお腹も空いたので、この純食堂さんでちゃんぽんとか皿うどんとかいただきたいと思います。神社から降りたところにある松尾記者が行きたかったお店です。長崎市立山にある純食堂は市街地から離れているにもかかわらず、人気のちゃんぽんや皿うどんを求めて県外からもお客さんが訪れる有名店です。松尾記者、ここのちゃんぽんは初めてです。うん、美味しい。これスープが結構ね絡むんで美味しい。これスープ多分ね、この今の麺の絡み方するともう絶対美味しいですよ。まああっさりなんだけどすごくコクがあります。コクがすごい。ぜひ長く、ありがとうございます。お元気に、はい、続けていただければ、はい、みんな喜ぶかな。それだけがね、美味しかったって言って帰ってもらうのが一番嬉しいんですよ。楽しみでもあるし。山からの風景を楽しんでたっぷり汗をかいた一日。団地がご褒美の美味しいものを目当てに出かけてみてはいかがでしょうか。山登りは40年やっていますが、季節によって楽しみがあるので何回登っても楽しいです。山でしか見られない花や野生の動物に会えたりもします。山を降りてご飯を食べるのも楽しみです。この番組でもまた行ってみたいです。いや、私普段は家の2階にも極力行きたくないぐらいなんですがこれを見て山登りしてみたいなと思いました。松尾さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。神戸記者どこへ、松尾記者でした。